はいどうも、ボルクでございます。それでは今回もドラゴンクエスト11杉沙利氏と今日も止めてやっていきたいと思います。はい、ということでちょっとね、本当は装備を変えたいんですけど、ちょっとこの装備以上に強い、このね、この服以上に強い服がなくて、ちょっとこれで妥協しております。今ね変えたいんですけどね。で、話的にはフールフールっていう魔物が、この魔物、この村ね、フチャラオ村の人々をさらっていったみたいなんで、まあ、その魔物が南の方に行ったらしいので、まあ、南に向かおうかなっていうところでございます。この岬のホラーなっていうところに向かえばいいのかな。はい、ということで南に進んでいきたいと思います。こいつらは来るのかな。あ、ついてきてるちゃんとついてきてるわ。ということで岬のホラーなね、の方に行きましょうか。なんかあそこに素材あるね。ちょ、敵とかもいっぱいいるからめんどくさみはあるんですけどなんかゆっくりついてくるな。ピキーンとかじゃなくてゆっくりついてきますね。さあ、素材はちゃんと集めていき、こっちか、この右の方ですね。なんかあるな。なんやろ、このなんか柱みたいな、壊れた柱みたいな。これなんやろ、何があったんやろ、ここ壊れる前。さあ、まあいろんな敵いますね。見たことない敵おるかな。あ、おる。ズッキーネの黒いバージョン、ズッキーネの黒いバージョンを初めて見たぞ。これはなんていうやつや。なんか民族感がすごい増してる。え、なんて見てなかった。ブラックベジター、ブラックベジターですね。分回しで全員一気にいけるとかね。さすがに無理か。めんどくせえな、ドンガラドン。イオラとかやってくんの強っ。しかも3体もおるからさっさと倒したいな、ドン。ヒャダルコぐらいしかないんよね。どうにかなるかな。2人は倒れた。オッケー。リベホイミ？そんなことしなくていいけどね、今。さあ、グレイグの斧の強さを見たい。あー、まあまあまあ、まあまあやな。まあでももうグレイグは斧を持つことによって、盾を持ってるからね。普通に攻撃してもた。そう、盾を持つことができるので、守備力上がるから。まあそういういいポイントがあるということでね。ポルはちょっと15ポイントじゃ足りないですね。早く25貯めて、ギガブレードを覚えてほしい。さあ、宝箱発見。なぜか裏側。大向きに置いてある。お、いいね。いいもんもらった。はい。ん？これを右に行けばいいのか。ま、キャンプ場もあるので、火事なんかできるかな？できひんと思うけど、まだ。無理というか、レシピがなさすぎて、いいものがないって感じかな、多分。フィールドの音楽もずっとこれやからな、この衣装やったら多分。衣装っていうか装備ね。この装備やったら。さあ、なんか、多分、なんかもっと天気のいい日やったら綺麗に見えるんやろ。なんか、ぼやけてますね、海が。いいね、なんかこの感じ。美しい自然みたいな感じになってます。あ、何？誰かいるよ。なんだこのちっちゃい子供。楽しそうに何してるだ。なんかなまってるね。うん。チェロン？あー、ここに自分で来てたんや。ほう。あ、なるほど。うんうんうん。お母ちゃんを助けに行ってたんや。いや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 。ま、子供やからね。怖いもの知らずやね。連れてってくんの？連れてってくんのって日本語おかしくない？自分で言っといたらいいけど。羽のお兄ちゃんたちね。フールフール。羽のお兄ちゃんたちになってるからね。勇者やのに。鬱陶しいな、こいつら。さて、入りましょうか。ここに。
さあ、洞窟っぽい岬のホラー穴いました。あれがフールフールなん？あれがフールフールっぽいぞ。龍博士の色違いや、ただの。大してさらってないな、ほんで。まあ、一人でもよくないんやけどね、さらうのは。でも、もっと多いんかと思った。これがフールフールか。解放しなさい。そんなに危険かな？ですが、そうは問屋がおろしません。なんだこの言葉のセンスは。私の一番大切なもの？悪い話じゃないね。乗りましょう。いいよ。シルビアが止めた。ポルちゃんの大切なものって何やろ？え、何？戦うんじゃないの？何を渡した？ん？匂い？うんこ？うんこやん。牛の糞か馬の糞か。ふざけんじゃねえ！馬の糞か。顔怖っ。顔怖っ。何この音楽？何この曲？しかもシルビアもなんか顔おかしいし、何これ？何その動き？プリッピッピッピリ。お尻フリフリ。何？呪文を封じ込められた？呪文なしで戦わなあかんの？フールフールの音楽これ。フールフール専用？フールってバカやもんね。まあ、日本語で言ったら。じゃあ、とりあえずもう、回復もできへんから全力で行くしかない。全身全霊切り。ローは、ドル、あ、呪文ないんやった。そっか。この、装備何やったっけ？魔封じの杖。あ、じゃあ、こっちも使うか。効かなかった。残念。そんな強くないんやろ？魔法唱えられへんやつ。ベギラゴン。強いぞ、おい。強いぞ、おい。やべえな、ちょっと。魔人斬り。いや、でもどうかな。あ、斧無双とかの方がいい？ちょ、急にね、急に斧スキルを全振りしたんで。どうかな、強いかな。あ、全然強いないやん。蒼天魔山とかの方がいいのかもしれない。全身全霊ギット。守備力上がってるからな、やつは。何しょ？悪魔払い。あ、グランド、どうかなこれ。そんな強いかなこれ。だって、だからその悪を相手にしたとき、用の技やと思うから、なんかその、だからホメロスとかね。祝福の杖とかあるやん。あ、こういうのがあるね。あ、こういうのがあるわ。こういうのを使っていけばいい。祝福の杖。する前に、じゃあまず、癒しの雨にするか。全員にリブホイネがつくっていう。ベーカーはリホイネかな。全員にリフォーニがついてあるんだ。いや、寝るなよ。グレイグが寝た。まあまあまあ、グレイグならまあいいかなって感じ。はい。シルビア回復できへんか。そうか、ね。呪文がないんか。全身全霊切り。していくしかないね。特技祝福の、あ、じゃあ、祝福の杖、掘るかな、まあ。一番先頭やしね。ナイス！ナイスです。そんなんできるんや。知らんかった。なんか全然こう緊迫感がないね。音楽のせいで。でも強いよ。でも割と強いよ。カブト斬り。あ、カブト割りいいかもね。守備力下げる。蒼天魔山もいいけど、一旦守備力下げるか。下げた？下がってないやん。守備力下げてほしいな。さあ、そろそろ魔法が解放されそうなところですが、ローを回復していこうか。
なんでシルビアの辛そうな顔してるの。いや、スクルトだるいなぁ。寝んなよ。寝んなよ。どうか寝た。グレイグは呪文が使えるようになった。まあ、グレイグの呪文あんまりね、あんま使いようがない。あ、まあ、スクルトぐらいしようか。これありやね。ただ、守備力下げたいね。守備力下げたいところはある。ちょっと、これしとくか、一応。はい。はじめにしとくべきなんですけど。はい。まあ、呪文が解放されたので、割と、あー、マッホトーン効かない、オッケー。隣のタイミングがすごく悪かったね。おはようロー。さあ、守備力下げたいな。下がらんのかな、カブト割りでは。ミス？守備力上がりすぎじゃん。いい。グレイグがこうなるとやばいな。まあ、もう行くしかないか。結構 HP とか、やば、守備力やばない？守備力上がりすぎでは。ルカニ。オッケー。なんか、それにしても、なかなか、あれやで。守備力高いで。とりあえず回復やね。この、剣は何？ポールの左側に出てるこの剣のマーク何？だいぶ大きなった。ダメージの量が。さらにルカニ。これでだいぶやりやすくなるんちゃう？作るとしてきたけど、それでもマイナスいっちゃう。寝んなよ、寝んなよ。二人も寝たよ。あー、グレイグから起こしてほしかった。グレイグから起こしてほしかったところですね。お、ゾーン。ゾーンはいいぞ。全身全霊切り。そろそろ行けんちゃう？まだか。もう攻撃に転じてもらっていいよ。そろそろ。近いな。すげえ近くで魔法トンとなるね。ロー、また呪文封じられたら痛いな。ちょっと痛いな。押してみるか。攻撃なん？あ、攻撃、あ、割と強い。まあまあ強い。じゃあ、蒼天魔山。強っ！強っ！これで終わるんじゃないかな。そろそろ、そろそろ終わっていう頃。オッケー、倒した。呪文を序盤封じられたのが、いつかあったけど。いけましたね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ経験値くれるし。いいね。振り分けるほどのスキルポイントはない。オッケー。なんなんこの専用の音楽あるボス。さあ、フールフールは、倒しました。ということで、村人はもう解放されますね、これで。これでまたみんなに平和が訪れるよ。まあ、村の繁栄はあんましてないかもしれんけどね。はい。全然いいですよ、そんなことは。なんだ？なんだなんだ？何か探してる。お金？何このメダルみたいな。あ、何？壊れた？壊れちゃった。チェロンが帰ってくるだけで喜ぶよ。あ、なるほどね。なんなんあのメダルのところ。お金、ゴールドやろ？全部持っていこうよ、あれ。先に戻るの。ポル、この格好やのに先戻るの。
なんなんここ。このゴールド全部持ってこうぜ。ちゃんとこの小銭ノートする。持ってこうよこれ。持ってかれへんの。チェ。なんもないかなこの辺。探索した方がいい場所ではないのか。なんもなさげやね。なんも情けです。じゃあまあ戻りますか。はい、戻ってきました、プチャラ村。元気になったかな、みんな。てか、シルビアたちいらおらへんけど、なんで一人だけ、この、あれか。この何？この神輿を守ってんねんや、これ。何？こんな一点で支えてんの、これ。あ、ちゃうわ。ちょっとなんか四隅に針みたいなのしちゃうわ。ね、神輿の見張り番ね、この人は。はい。そういえばボスやったな。忘れてた。お、なんかみんな踊ってるやん。楽しそう、楽しそう。これなんか書いてあるの？呪いの壁画の舞台となった。世紀の階段。これあれやな。あの話、メルトア倒す前やったら、なんて書いてあったの、ここ。多分変わってるんやろね、内容。なるほど、全部持って帰ったってこと。結果オーライではないやろ。めっちゃ喜んでるやん。よくその体型でそんなジャンプできるな。はい。さあ、ピンクの人いるよ。ピンクの人っていうか、ボンサックやん、この人。そうですよ、強いんですよ、私たち。教会の前の家？はい。まあ、バハトラがおった家ね。めちゃくちゃ喜んでるやん。違う違う違う、あなたに話しかけてない、こっち。可愛い顔してんの、これ。イケメンのタグやと思ってるんだ。何やってるんだ？ブブーカ。ブブーカはずっとここで酒を飲んでんの。酒かなんか知らんけど、水かもしれんけど。何これ？何してんの？もう。あ、この人ったらって。え？おっと？これが夫か。びっくりした。嬉しい涙か。なるほどね。あ、二人とも閉じ込められてたんや。うん。まあいい、よかったね。片方だけとかじゃなくて。両方なら両方の方がいいよね。さらわれるなら。はい。なんなんこの、このうふふ。よかったね。このパレードも時には役に立つんやね。さあ、踊りながら樽を割りまして、樽じゃねえな、壺。踊りながら壺をガンガン割っていこう。子供特有のね。子供特有の。安心感というか、楽観さというか。なんかさ、魔法の鍵のとこあるよね、ここ。今更気づいたけど。どこ？え、なにこれ？魔法の鍵のとこあるけど。どこへ行けばこれ魔法の鍵あるの？見えねえ。どこ魔法の鍵で開くところ？なにこれ？気になる。行きたい。どこ上やっぱ行けんのか。あそこや、魔法の鍵のドア。あそこあそこ。見える？あの赤い扉。どうやって行くんや、ここ。やっぱここ行き方あるんやな。ほらほら、あそこよ。どうやって行くんや。この上から行くんか。こうか。あ、行けるやん。
なんかハリボテかと一回思ってたけど、違うね、さすがにいけるよな、こんだけ作ってやったら。やった。ワンクやん。ここ何があんねやろ、宝箱とか。いいものある？宝箱買った。小さなメダルとか。おう。レシピ。賢者のせいです。なんか、思ったより大したことなかったね。思ったより大したことなかった。生き方迷ってたのに、ずっと。こっからこう、街の様子が眺めれるみたいな感じか。ポルが邪魔やね。ポルが邪魔。あ、タルあるやん。小さなメダル。小さなメダル。ないか。そんなに甘くねえか。さあ。一人で踊ってるやん、もう。ん？会ってないの、まだ。あ、チェロンここにおる。何してんの？怒らないよ、そんなことで、多分。始まった。イベントが。座れてんの、その体勢。帰ってきたよ。今帰ったら。うん。ペンダントだと？そんなものはどうでもいい。って言うんでしょ。このバカタレが壊したから怒ったみたいな感じに見えるけど、そうじゃなくて、ここでお父さんのね、素直な気持ちに気づくという。なるほど。なるほど、なるほどね。そういうことね。機転の利く父親やったわけですよ。察しの良くてね。うん。なんか、上のとこ黒いよ。鎖骨のとこ。なんか虫つついてるよ、虫。私先に戻って、なんでこんなドアップなんこれ、急に。シルビアがいなくなってから、それを言うっていう。シルビアはそれをね、お礼をされる前にどっかに行くと。どこ行ったんでしょう、シルビア。はい。まあまあ、そうでしょうね。ほう。とにかく魔物が来ないように頑張ってたんね。どっか行っちゃったんすよね。シルビアはね、なんかね、なんかを抱えてるよね。闇じゃないけど。なんかをまだ知らない過去があるよね、多分。なんか泣いてる。階段を登って村の奥の方へ向かうのを見たわね。え？炎を食っても遺跡やん。遺跡に何しに行ったん？ちょっと回復したい。ホルの MP が全然ないので。ちょっと回復していきましょうか。さあ、遺跡の方に行ったのかな？村の奥の方に行ったっていうことは。何してんのよ？らしくない様子？シルビアは一体ね、素性が明らかになってないからな。旅芸人ということはわかるけど、あの明るいキャラの裏に何かを秘めているみたいな。ああ、おった。これシルビアやろ。何してんだい？話し合わなくちゃ伝わらない。何か物思いにふけている様子ですね。ついさっきだよ。うん。それはよかった、本当に。そうだね。はい。
そんなつもりないよ、そんなつもり。ないない。はい。まあ、倒すことになるし。倒さなきゃね。はい。そうだね。あいつが力を持っているうちはダメだね。はい。一人だけ当てがあるの。何それ、そんな怖い人。え、自分一人で行ってください。一人で行ってください。はい、行きます。ということで、まあそのシルビアのパレードの人を預けに行くわけですね。じゃあちょっとこれね、町が、村とか町が広すぎて、あの移動がめんどくさいので、ルーラで飛びます。あ、あかんの、ダメか。なんかまた遺跡に、あっちの壁画の世界に行くんかと思ったけど、違うかったね。いや、しかしこの遺跡やっぱかっこいいな。はい、じゃあ戻りますか。さあ、装備も元に戻して。さあ、外に出てったらしいですね。じゃあ外に出ていきましょうか。ドラゴンメールっていうね、装備に変えましたので、もうあの、ふざけた衣装ではございません。雨降ってるやん。さっきまで降ってたっけ？なになになに？なんか様子がおかしい？はい、みんな聞いて。パレードやめる！ドーン！まあ、魔王を倒すためにやからな。ざわついてる、ざわついてる。悲しみとかいろいろな感情がね、入り混じってるんでしょうけど。でも魔王をね、倒すっていう目的は絶対いいことですから。はい。背に腹は変えられないってやつですよ。あ、ソルティコか。私のパパがいるソルティコって町？シルビア。その、私のパパがそんなおっかないの？ここで何かを察するね。確かシルビア、ソルチコの町行った時なんか、ゴリアテ？いや、シルビアね、前、あの、崩壊前に一回ソルチコに行った時なんかこう、居心地悪そうにしてたから、そこと縁がある人なんやろなというのはあったけど。あ、シルビアは気づいてたの？まあ、そらそうか。え、何そのショック、どういう関係なのこの二人は。めちゃくちゃショック受けてるけど。ゴリアテって何よ、生真面目なゴリアテ。あ、ジエゴの息子なんか、そういうことやな。だからジエゴと会うときにおらんくなったりしてたんや。旅芸人になってるよ。まあ、こんな感じになってますね。今はね。まあ、どんな形であれ、騎士としてやってるからいいんじゃないですか？騎士としてというか、まあ、旅芸人やけど。でも、騎士の心も忘れてないというような感じなんで。はい、ということでは、はい、ということでは、ちょっと日本語がやばい。ということで、ソルチコに向かいたいと思いますが、まあ今回はここまでにしようかな。うん。まあちょっと短いかもしれないですけど、まあここまでにしたいと思います。では次回、ソルチコの街に向かっていきます。ではでは、ご視聴ありがとうございました。